次のバンドを紹介したいと思います。カズバンドの皆さんです。カズバンドさんは、ね、毎年、この宮ジャズに参加されておりましてですね、東京都内の方で、活躍されているそうです。そして、幅広い年代の方が参加して、バンドを組んでいるそうなので、日々挑戦しておりますということで、今年もこのイベントを楽しみに東京の方から来ていただきました。準備よろしいでしょうか。大丈夫ですか。それではお送りします。カズバンドの皆さんです。We'll be right back.
こんばんは、カズバンドいます。よろしくお願いします。今日ね、本当にあいにくの、ね、雨になってしまってですけども、思ったよりも足を止めてくださってる方がいらっしゃって、とても嬉しく思います。だいぶ寒いですけれども、ちょっとでも体に持っていただいてですね、体を動かして温かく歌っていただけるような音楽がしばらくお届けできるかなと思いますので、一緒に楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。スタッティールという曲をお送りしました。ソリストを紹介します。稲崎さんという人、トランペット加藤正宏、この森慎吾でした。さて、ではですね、次の曲に行きたいと思います。続いては There is no greater love という曲をお送りします。
アラーズでした、ソリスト紹介します。柳泉裕太郎。トロンボーン増田祐介。はい、我々さっきご紹介いただきました通り、普段東京でですね、みんなが集まって練習をしていて、ここ何年か、ご縁があって、毎年宇都宮ジャズにですね、来させていただいてて、私たちの11月はジャズと餃子とビートから始まるというのがですね、これになってまして、今年もそれを楽しみにして参りました。引き続きお楽しみいただければと思います。続いての曲がですね、ビリーズバウンスという曲をお送りします。
い、トランペット加藤君と、さて今年の、宇都宮ジャズは、テーマが The Beatles in Jazz ということで、多分これまで登場されたバンドのビートルズの曲をやりになられたと思いますけれども、私たち今年何を持ってきましょうかといった時にですね、ビートルズもこうカバー曲をね、いろいろいい曲をやっているので、それから持ってきてみてはどうかということで、この曲をお送りしたいと思います。Here There Was YouThank you.
はい、ありがとうございました。東京都からお越しのカズバンドの皆さんでした。拍手をお願いいたします。毎年ね、この宮城全員参加していただいておりますので、また来年もよろしくお願いしたいと思います。